はい、ありがとうございます。先ほどまでは杉谷さんが大学院卒業してどういう働き方をしてたのかっていうところをお伺いしたんですけど、この動画では今何をしているのかっていうところをお伺いしたいなと思ってます。改めてなんですけど、杉谷さん今って何してらっしゃるんですか？今このベリーフィフティの仕事はもちろん続けている一方で、はい、インドで見た社会の闇の部分に何かをしたいなって思った時に、うんうん、ちょうど大学院の後輩から声掛けをいただいて、 NPO 法人スタンドウィズシリアジャパンっていうところでもともと理事で入らせていただいて、うんうん、今、はい、副理事長という形で活動させていただいています。なるほど、はい、ちなみにそこの団体ってどういう団体なんですか？はい、多分皆さんあんまりご存知ないかなと思うんですけれども、2010年からですね、はい、シリアで、はい、アラブの春って多分皆さん、はいはいはい、聞いたことあります。あの SNS とかを使って、はい、民衆が立ち上がって独裁政権がどんどん倒れていくみたいなことがあったと思うんですけれども、うんうんうん、その流れによってですね、シリアでも同じようにもともと独裁政権を作っていたアサド政権というのがあるんですけれども、そこに対して民衆がですね声を上げて、民主的な政治をっていう形で声を上げたんですけれども、これをですね武力で政権が押さえつけたっていうことが実は事の発端で、それがですね10年以上経ってますけれども、そこの発端からいろいろ混乱が生じてですね、イスラム国だったりとかロシアとか、あとアメリカの介入だったりとか、トルコだったりとか、いろんなところがどんどん絡んできて、本当に今泥沼化してしまって、そういうところのですねシリアの中でもともと志していた民主的な政治を取り戻すだったりとか、政権の戦争犯罪ではないんですけれども、そういった人権侵害っていうところをですね糾弾したりとか、そういった被害に遭われている方々を支援する NPO という形になっています。なるほど、ありがとうございます。そこって設立したのは2020年ですか？活動自体はですね2017年から始めて、あ、そっからやってたんですね、はい、なるほど。あ、じゃあ2017年ってことは大学院の時、その時は自分はまだいないという感じだったんですけども、もともと代表の山田が大学院時代からやっていたことを継続しているという感じになります。なるほど、ありがとうございます。じゃあその中で今副理事長っていう立場でされてらっしゃると思うんですけど、具体的に杉谷さん今何をされてらっしゃるんですか？はい、基本的にですねシリアの現状だったりとかっていうのを一通りお話しすることは自分自身もできるんですけれども、うんうんうん、専門ではないですし、そこに対してですね専門的な知識だったりとか見解も述べられないので、どちらかというと自分はですね、団体が日本でどういうふうに活動資金を集められるのか、であとこのファンドレイジングだったりとか、うん、裏方のバックオフィスの業務、いろんな契約書だったりとか送金の手続きだったりとか、あとはまあスタッフの方々に給与をお支払いするだったりとか、そういったところの裏方の業務です、うん、で実際に支援をするプロジェクトを立案するとかも一緒にやらせていただいてるんですけども、うん、そうなんですね、はい、そういった形でシリア現地で報道する以外のことは大体全部やってるという、あ、そうなんですね。じゃあ実際にシリアにいらっしゃる方に対して支援を行うっていうのが大前提ですよ ね、 すね。じゃあ実際そこの支援を行うのはそこの NPO 法人の団体のシリアの方がいらっしゃるような感じですか？はい、現地スタッフが我々いますので。なるほど、そういうことなんですね。実際じゃあシリアの人道危機っていうところなんですけど、はい、これどういうことなんですかね？先ほどちょっとお話しさせていただいた通り、スタートはですね政権が民主化を求める人たちを弾圧したっていうような形なんですけれども、はい、構図としてはずっと変わらないです、はい、今ある政権というものが民主化を目指しているとか、うん、民主的な政治を取り戻したいって思ってる人たちをひたすら武力で弾圧し続けるというようなことが起きている、うん、それがシリアの危機。なるほど。でなのでそういったことを目指したいとか、うん、そういうことに声を上げようってしてる人たちは弾圧の対象になるので、基本的には国外に退避するだったりとか、はい、今ではですね非政権支配地域って言ってるんですけれども、うん、政権が支配していない地域の中で国内避難民として生活をするだったりとかっていう形になっています、はい、なるほど。え、じゃあ実際そう難しい問題に対してアプローチをするわけじゃないですか、はい、多分そこに参画しているメンバーとかも非常に業務としては難しい部分もあると思うんですけど、はい、一番何が難しいですか？個人的には日本の方々で、うん、我々まあ日本人スタッフがほとんどで活動させていただいてるんですけれども、うん、日本の方々がシリアのことについて知らなさすぎるっていうことがすごく難しいなと思っていまして、今回のウクライナのことを見てたりすると、やっぱりああいう支援だったりとかウクライナを応援する気持ちみたいなのはすごい大事だなと思う一方で、これが正直10年前からずっと続いてるのがシリアなのに、なんでみんなここに支援してくれないんだろうかとか、うんうん、そういうことを正直ああいう風に大々的なニュースにもならなくなってしまっているっていう形で、だんだん世間の関心だったりとか、それをもう既存のものとして捉えてしまっているみたいな意識みたいなところがすごい自分たちが活動する上で難しいなって思っている、まあ、それ分かった
当ですね、はい、自分自身も国際協力ずっと興味があって、うん、そういった知り合いも多いんですけど、うん、全然一方で全くそういう関係のない知り合いもたくさんいてですね、はい、そういった関係のない知り合いに対しては杉谷がシリアのことをやってるぞっていうことを知ってもらうだけでもすごいいいことだなと思って、いやおっしゃる通りです、はい、なのでよくわかんないけど友達がシリアのことをやってるからちょっと興味あるかもとか、キャンペーンやったら500円でもいいから入れてみようかなとか、そういうようなことにつながってくると個人的には嬉しいなと思っているので、どれだけ自分事として語れる人をこれから増やしていけるのかみたいなところは我々としても挑戦したいなというか、やり続けていきたいなって思っている。いや本当そうですね。理解をしてもらうためにはいろんな段階踏まないといけない。まず認知をしてもらうことと、そこから興味を持ってもらうこととか、いろんなところがあると思うんで、でも杉谷さんが発信することで杉谷さんの周りがそれに対して認知をしてもらって興味を持ってもらうことができれば、そこの周りでは少しずつ変わるかもしれないし、そこからもう一個コミュニティをグッと広げられることもあると思うんで。なるほどですね。じゃあその中でもう一個聞きたいのが、はい、ファンドレイジングですね。 NPO 法人の難しい部分はもちろんそこの広報っていうところもありますし、ファンドをどれだけつけるかっていうところもあると思うんですけど、そこって実際難しい感じですか？難しいですね。ただ今我々の組織としてはできる限りの支援っていう形にはなってしまっていて、本当はもっとお金があれば大きい支援ができたのにっていうところはもちろんありつつ、ただ現地で支援をするにしても一過性の支援になってしまっては意味がないっていうところもあるので、どれくらいが自分たちの団体として無理がない支援なのかっていう話と、どれくらいの金額を集められるのかっていうところのこうずっと綱引きで支援をどれくらいしていくのかっていうのを決めなきゃいけないので、いやこれ難しいですね、はい、でも今の考え方は僕めちゃくちゃいいなと思ってまして、事業も何でもそうなんですけど、一過性のものだったら本当に継続性ないんで忘れられちゃうんですけど、どんな形であってもずっと持続できることっていうところが一番最終的には評価得られるんじゃないかなって僕は思ってるんで、すごいですね、はい、あと我々 NPO 団体ですごくですね意識していることは、いただいたお金は必ず使うっていうことはすごい意識してます、うん、例えば内部で貯めるだったりとか、それ以外のことに使うために資金として貯めておくっていう考え方もあると思うんですけれども、なるべく多くのお金のフローを増やすといいますか、はいはい、どれくらいインパクトを埋めるのかっていうことをどんどん流してみないとわからないこともたくさんあるので、そういったところでですね、なんか基本的にいただいたお金は全額使い切る、なんか当たり前のような話に聞こえると思うんですけれども、全然そんな感じじゃなくて、内部で貯めてたりとか職員の給与になったりとかっていうところももちろんあるんですけど、我々基本的に全員ほぼですね副業をやっているっていう形にはなるので、なるべく支援に全部使ってですねフローを増やしていくっていうような形はすごい意識はしていますね。なるほどですね、ありがとうございます。ちょっと最後1点お聞きしたいなと思ってるのは、もともとシリアとか知らないけど、でも何かしらアクションを起こしたい人って日本にもいると思ってるんです、はい、それはシリアだけじゃなくていろんなことあると思うんですけど、そういう人たちに一つアドバイスするとしたら何ですかね。基本的には例えば自分もなんですけれども、シリアに行ったこともないですし、うん、シリアの人と特別仲が良かったとか、本当にきっかけは些細なことなんですね、うん、やっぱり大学院の後輩がその団体をやっていたっていうところがきっかけとなって自分が携わることになったんですけれども、すごい大きいミッションだったりとか、大きい何か原体験がないと国際協力の仕事はできないかって言われると、そんなことは実際なくて、全然運命論者ではないんですけれども、ちょうどですね自分が国際協力をやりたいなって思った中で、自分が実行して大きいインパクトを出せた一つの最初の経験として、東日本大震災での募金活動があったんですけれども、それ自分がやったのちょうど2011年だったんですね。でシリアの人道危機が起きたのも2011年だったっていうような、本当に些細なところからもう自分はすごい運命というかきっかけになってるなっていうのを感じていて、そういった形でですね、別になんか友達がやってたとかちょっと誘われたとか、全然そういうことで大きく関わる機会っていうのはたくさんあると思うので、そういうところですごく強いミッション感が必要だとか、現場に行かないと何もできないっていうような形で諦めてしまっている人が多いんじゃないかなと思って、全然そんなことはなく、少しのきっかけで関われる仕事にできるみたいなチャンスはあると思うので、そういったところを、はい、見逃さないでやっていただけたらいいんじゃないかなと思っております、なるほど。確かに今コロナ禍とかで海外とかに行けない状態じゃないですか、っていうところで途上国に行ってないのに何か日本でアクションを起こせないかというと、それはノーですよね、はい、なんで普通にアクションを起こせるんで、それは別にその国に行ったかとか行ってないかとか関係なく、自分がどれぐらいやりたいかっていうところですよね、はい、おっしゃる通りですね、はい、ありがとうございます、はい、今日はめちゃくちゃ面白かったです概要欄に NPO 法人のスタンドウィズシリアジャパンのホームページのリンク載せておきますので、ぜひ見ていただければなと、はい、ちょっとでも知ってくれる人が増えたら嬉しいです、はい、うん、いや本当そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあこの動画が面白いなって思ったら、ぜひグッドボタンと
チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、国際協力の中でもシリアの人道危機を専門に活動されている杉谷さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。